寝ても覚めても気になると夢中させちゃうぞ、ゆきりこと柏木由紀です。今日はですね、以前 AKB の向井地美音ちゃんと動画をね撮った時に、ちょっとなんか AKB であったこんなことあったよねとか、あれなんだったんだろうみたいなことが、話が止まんなくなって、それでちょっと一本動画を撮りたいなと思って回してるんですけど、なんと今日はみんな大好き S さんがまた背景でわかる、ここが確かに、ここが S さんのいる場所、居場所今日ちょうどね、劇場、秋葉原の劇場で今卒業生とか OG のメンバーがサプライズで出るゲスト出演するやつが、今日たまたま私はこのあと数時間後に出るんですけど、その時に今日はね AKB 現場だったので S さんがいるので、あとまあいつもの動画撮ってる事務所の方のマネージャー様に今日こう2人のこう姿勢は見ながら、やっぱ AKB の昔のことも分かるのはやっぱ S さんということでね、金スマにね出たんですよ。でその時にそのグループ時代の大変だったことみたいなので、なんか AKB の曲、カップリングの MV の撮影の時にまだ歌詞、音楽はあるけど歌詞が来てなくて、とりあえず水の上でドッジボールをしていましたよね、現場水の上でドッジボールを撮影してて、こうやってで、お昼ぐらいに曲、歌詞が上がってきて、タイトル見たらそこで犬のうんち踏んじゃうかねっていう曲だったって話を、まあ中井さんもびっくりのね、現場いましたよね。それが梅田チーム B、びっくりしてるね。別に悪口じゃないです、これ本当に、ごめんなさい、これ先に言いますけど、その一個もこれから悪口言うつもりです、本当にこれだけはお願いします。本当にそういうつもりじゃなくて、これはいい思い出だなとか、これ印象に残ってるなっていうことを話してるだけなんですけど、マジで歌詞届いた瞬間時止まりましたよね、楽屋。その変とかじゃないですよ、そういうこと、曲が変、そう1ミリもそういうことじゃなくて、やっぱそれやっぱどっちボールの意味あるみたいなっていうかさ、来ないからずっと待ってて、何が来てもいいよって変だけど、そうだから、いわゆる走るとか踊るとかよくある感じの一個として、まあボールで遊ぶということをやってたんですね。でそれでチーム分けもさ、ちょっとお姉さんチームとさ、そうでちゃんとさ真剣な顔してくださいとかします。そこで犬のうんちうんちゃあれ伝説、あれさ、歌詞来た時さ、どうしようと思って、ね、だってタイトルがすごいじゃん。タイトルすごい、でそ曲もいい、しかもいい曲なんですよ。ただその MV と歌詞を追って、みんなにタイトルを先に見てんのか、そう言いに行かなきゃいけなかった、でみんながあやっと歌詞来たんだ、タイトル発表します、MV はいっぱいあるなっていう、これ本当にやっぱ私はもう大好きなのはソーロングじゃあ大好きって言ってんの、もうこれはもう何言っている言わないから、まずこの動画を見終わったら絶対に AKB のソーロングという曲の MV を見に行ってください。 YouTube の公式で上がってます。これはもう伝説のミュージックビデオ、もうこれもうね、多くはいらないんで、見たことありますか、ないですか、もう絶対見てくださいね。これは伝説、でも私当時もちろん見てたけど、最近また見たらびっくりした、本当にびっくりするの、ぜひ素敵な作品ですので、ぜひよかったソーロング。これは意外とこれについて一回も話したことがなかったなというものがあって、これはそのファンクラブのコメントでも来てたんですけど、ギンガムチェックのキスシーントークルーム盛り上がってましたよね。すぐ、いやあれ本当に忘れてた私、正直2012年に選抜総選挙でゆうこちゃんが1位になった時の、3位になった時の MV がギンガムチェックで、なんか3つね、ゆうこちゃんのなんか警察っぽいその設定と、まゆのなんか、ホラーでちょっと学校みたいなと、私のなんかちょっと昔の日なんて、あれなんて言われた、戦隊コマ特撮みたいな設定で、なぜか私がその MV でチューしたっていう。なんで趣味悪、どういうこと、心配ってこと、どういう意味、全然
なんとなくひどいよあれマジで何だったの、悪口じゃない、何回も言うけどマジで悪口じゃない。でも東京ドームでコンサート4日間やってた時の何日目かにそれが MV がアンコールの時にあの初お披露目した時着替えてるんだけど、本当に鮮明に覚えてる。なんか男性の悲鳴って初めて聞いたっていうか、なんかなんかざわざわ、でもなんか私なんてあれ説明すればいいか分かんなかった。とんでもない空気になってるのだけは着替えながらもなんとなく分かって、しかもさギンガムチェックその MV やって、その選挙でせっかくでもしかしたらキスシーンもあったのに、あの撮り直したよね、ギンガムチェックって。あ、撮り直したね、あれじゃあ撮りね、ひどいよ、私キスシーンまで撮って撮り直して、違う、全然違うギンガムチェックの MV 撮ったじゃないですか。普通に学生設定の一緒に行ったじゃないですか。いえ、その組織でなかったことにしないでよ、私のあのギンガムチェックの。あとなんかファンの方から来てたのが、モッシュ&ダイブの MV の衣装って来てて、わかります？え、もうあのボボンテージの SM 嬢みたいな、ちっちゃい、可愛いんですよ、もちろんおしゃれなんですけど、そのなんか1列目2列目3列目とかによって衣装が違う、赤が多かったり黒が多かったりみたいな。で、私の衣装結構、私は気に入って結構好きだったんですけど、なんかすごく何にも知らん、当時ってやっぱ毎日忙しいからもうなんか衣装とかも事前に来ないじゃないですか。でそれ結構なメンツとか、ゆうこちゃんとまゆがダブルセンターで、高見田さんのさっしーとか、あれ何なの、じゃあ AKB 選抜みたいなことか、グループで NMB とかだから普通の選抜みたいな感じで、結構人数多めで朝行って、そのフィッティングで私まだもっとなんか別のメンバーが先に行って、なんか衣装フィッティングして帰ってきた時、なんか衣装すごいみたいな、なんか見たことない衣装みたいな、別に本当に、でも誰も悪く言ってないですよ本当に。でえみたいな、なんかすごいみたいな言ってざわざわして、確か言ったらなんかみたいな、てか自分ってよりなんかみんながそれぞれすごくって、忘れてたけどちょっとこれもあるんじゃないかな、ありそうじゃない、公式にモッシュ&ダイブって。コンサートじゃないですか、いろいろあるのは。一番これは私も思うし、ファンの方からも来たのはやっぱ横浜スタジアムの1曲目のパーフェクトヒューマン。おもろすぎ。横浜スタジアムでライブやるなんて超すごいことじゃないですか。でこうやってドゥーンと開いたら熱い。あれ何マジ、ジャージで悪口じゃないですよ本当に。当時めっちゃ流行ってたんですよね本当に。で誰がパーフェクトヒューマンになるかっていうので、ミャオ、ミャオとユイハがやっぱそのやっぱ背負ってくれたというか、になってくれたんで。あのコンサート面白いこといっぱいありますけど、はい、横浜さんがかけてたよね、かけてたかけてた。ユイちゃんが中田あっちゃんさんの役で、ミャオがあの藤森さん、あれは今うまいんだよね、しかもミャオがラップいいんですけど、あと全員いついつになって、つまりやっぱレッスン上で全員でやっぱ鏡に向かって、その一生懸命、そのこれ練習してる時マジで何やってんだろうと思ったわね本当に。あれやっぱファンの方も結構印象に残ってると。あとは私は結構最初の初めてのドームツアー、2013年のやっぱあのなんかセットがやっぱちょっとコンテナみたいな、工事みたいな、始まりの時もやっぱ秋元沙耶香ちゃんとかがこういうの持ってた。みんなさ、溶接やってる人とかさ、溶接あれはチーム K のメンバーがさ、コンテナの中に入ってるっていうさ、うん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 、なんか、え、なんだっけ、中の映像もちゃんとある、え、別撮り、別撮りした、あれちょっと不思議だ、すごい、うん、あれ結構覚えてる、あれとんでもないお金かかったんですよ。それで、すごいから、うん、あのセットが、うん、で、出はけも絶対わからないだろう。確かに全部四角なんだもん、コンテナだから。だから、一回さ、中野のさ、M-WAVE っていう施設があって、広いところ、そこに一回セット組んで、そうだ、みんなでさ、ちゃんとした場所からやで、しかもその前の年の西武ドームが、あのドキュメンタリー映画にもなってる、あのでどこから出るか分かんないっていうやつがあったんで、やっぱ次の年は多分それを改善しようとして、あとは着てたのはなんか西武ドームのやっぱこれからワンダーランドっていうのを着てて、
これなんかワンダのね曲、ワンダの CM 当時やらせていただいてて、それの曲でカップリングだったんですけど、これが確か最後の曲だったのかな。え、分かった、そこ曖昧なんですけど、確かその後も高宮さんがこの話こすりすぎて、正直その後からの話しか、なんか当時の記憶があんまないんだけど、確かアンコールいろいろ喋って、じゃあラストみんなで、なんか高宮さんよくるじゃないですか、そのなんか盛り上げていきましょうみたいな、これからワンダーランドってなんかそうシーンってなったって、それあんまりまだ馴染みがない曲だったのと、声出す系の曲じゃないんだね。テルルテルル、これも聞いてみてください。テルルルル、これからワンダーランド。あと私が卒業発表した武道館のコンサートで、今までの AKB のちょっと面白おかしくやるみたいな中の1個のギリギリまで残ってたのが、国立競技場でコンサートやった時のあのでっかいクマなんか説明の時にセットにクマ、大きいクマいますみたいな言われてたんですけど、私の予想はステージの後ろにクマがなんかこう、わかる、座ってこうかと思ったらクマがこうだったクマ寝てるってあんまないって。カットですよ今のやつピーマン円にしといてください聞きましたよ。すごいですね。で、あったクマがね、こそついて、そう、想像より横に寝てるっていうちょっと横すぎません、やっぱ普通縦じゃない、クマが横に寝てるって。これをちっちゃいクマの、その武道館の時に、そのほんとこの会議してたらだんだんこうなっちゃうじゃないですか。で、このクマおもろかったってなって、そのクマのぬいぐるみを用意して、普通のクマの上に寝かせて、そのカメラを近くすればこれみたいになるんじゃないかだからどうにかこれいじれないかなみたいになったんですけど、これギリギリちょっと泣く泣く落ちた、武道館で落ちたあれだったんですけど。あとなんか私ももう何も覚えてない、ファンの方が教えてくれた、なんかペナントレースっていうのが決まって、なんかあと何だったの、ちょっと待って調べよう。なんか劇場の倍率とか全部点数にして、チームどこが、今さペナントレース AKB で調べたらさ、 AKB ペナントレース中止で謝罪、解決の見通し立たずでそのなんか政治みたいなことになってるスタート当初よりファンの皆様からルールが複雑すぎる、チームごとの公演回数に差がありすぎるなどご指摘をいただいておりましたが、まさにその通りでございましたちゃんと謝ってるじゃん、そりゃそうだよ本当に。そうか、だから公演いっぱいやってるところがどんどんあれしちゃって、で中止になったと。マジですっかり忘れてた、これ言われなかったら覚えて忘れてました。あとは最後にファンの方から来て思い出した事件とか、その何でもないんですけど、本当に AKB 史上私が一番好きな画像があって、 TBS の音楽番組の生放送に風は吹いているで出演した時の、まあ、キャップ画なんですけど、高見菜さんの、すいませんけど高見菜さんの話ばっかり、まだいじられてるよと思ってる、もう届けないでください全部バレちゃう。これやっぱ私の一番好きな高見菜さんのこの、え、髪の毛がすげえ。何それ、これ初めて見た、もう補正じゃない、違う、このなんか大サビのそれでも見ないえ、これの時に全部こう言っちゃって多分切り替わりの瞬間にそのハーゲンみたいになっちゃった。こんな感じかなということで、やっぱね本当に私やっぱ一番 AKB 長くいたので、もういろんな AKB の、多分これね、またコメント欄に皆さんもちろんいっぱいありますよ、ともちんさんがケーキ倒したとかいっぱいそういうありますけど、まあ、こういう感じでね、そのなんかその時からへっんって思ってたこともあれば、その時はまっすぐ一生懸命やってて、振り返ってみたら俺なんだったみたいなことが結構あるんですけど、まあもう仕方ないというか、もうこういうのを一個ずつ気にしてたらキリがないので、これをやっぱ全部何事も楽しむという風にやっぱ AKB にいたことによって学べたなと。いけてる、これでまとめ本当に悪口言うつもり全くない、私はこれを全部もう全部経験できてることだから本当に良かったなって、やっぱ私は今後 AKB でこういうことがあっても、もう中の自分
当事者として経験できないのがすごい残念な。あとはもう S さんに託してこう随時教えてくださいね、こういうことがあったら皆さんもぜひ AKB こんなことありましたよとか、これが自分は心に残ってますみたいなのをぜひコメント欄に残してほしいなと思います。ということで以上、ゆきりんこと柏木由紀でした。またねー。